今まで車両のシガーソケットから付属のシガーコードで電源を取ってたんですが、他の機器でも使いたかったり、見た目もすっきりさせたいと思って、今回は DIY で電源裏取りに挑戦してみました。用意したものは別売品の電源直結コード、ヒューズボックスから電源を取るのに使うエーモンさんの低配ヒューズ電源、あと日干し端子です。電源直結コードはこのままじゃ使えないので、日干し端子をつけていきます。配線が細くてうまくつけれるか不安だったので、三つ折りにしてネジネジしときます。こんな感じです。それぞれ端子をつけて、これで大丈夫かな。低配ヒューズ電源と接続するとこんな感じ。そしたら車へ移動します。今回はヒューズボックスから電源を取りますので、まずは邪魔なものを外していきます。ヒューズボックスが見えました。プラスの電源は 12V ソケット 15A のここから取りたいと思います。もともとついていたヒューズを抜いて用意した低配ヒューズ電源をつけるわけですが、正しい向きで差し込む必要があります。変電テスターがなかったので、テスターを使ってキーが ACC の時に電気が流れてる方を確認して、流れてる方に低配ヒューズ電源の線が来るようにつけます。私の場合は右側の端子に電気が来てました。電源コードのマイナス側は足元のパネルの内側にあったボルトからハスを取りました。この状態でちゃんと電源が入るか確認してみます。ちゃんと電源入りますね。そしたら配線を天井の隙間やピラーの中などに隠していきます。余った配線は結束バンドでまとめて足元のパネルの中に隠しました。改めてちゃんと動くか確認して、無事取り付け完了です。シガーソケット周りもすっきりしていい感じ。